川崎ローズつぼみの折り方の説明をします。白い方を上にしておき、四角に半分に折ります。広げ、真ん中に向かって折ります。反対側も同じように真ん中に向かって折ります。一度広げ、この下の線に合わせてこのように折ります。そして上をここにこのピンクの部分に合うようにぴったりと折ります。折り筋はしっかりとつけてください。で、一度広げます。向きを反対に変えます。一番下の線に合わせて、このように折り、先ほどと同じように、この上を、このピンクの部分に、重ならないように合わせて折ります。広げます。これを、この紙を向きを変えて同じことを繰り返します。一度半分に。で、広げます。そうすると、折り線がたくさんできます。そして、色のついた方を上に置き、この一番目の線に向かって、このように折り、中心部分だけ折り筋をつけてください。戻します。向きを変えて、あとの3つの部分を同じように折ります。向きを変え、この線に合わせてこのように折り、真ん中の部分だけ折り筋をつけてください。折ります。そうすると真ん中の部分、このように四角い折り線がつきます。そして白い方を上に押してこの角を折ります。2個目と2個目、この4つの小さな四角4つ分を見てください。このように折ります。あとの3つの角も同じように折ります。そして、この向きに置いてください。そして、半分に折ります。この部分は、しっかりと折り筋をつけてください。広げ、向きを変え、もう一度同じように半分に折ります。広げます。で、さらに白い方を上にしておき、この線をこの線に合わせてこのようにします。
そして中心の線より左側の部分だけをこのように折ってください。そして右側はこのままです。左側だけ折って少し向き変えます。そしてこの線をこの真ん中の線に向かってこのように折ります。そして折った部分を立てて開いて潰します。そしてちょっとまた向きを反対に変え、この四角を見てください。この四角の部分をこのように三角に折ります。そして広げ、次はここに線がありますので、ここの中へ指を入れて、このように開いて潰します。これをあと3回繰り返します。ゆっくりやりますので何度も見てください。ここまで来たら一度戻して、今こう折ったのでずらし、この線をここの線に向かってこのように、このように合わせ、真ん中よりも左の部分をギュッと折ります。右側はこのままです。向きを変え、この線を真ん中の線に向かってこのように折ります。そして折った部分を立てて、この中に指を入れ開いて潰します。そして向きをまたこのまま変えて、ここに四角線が見えてますので、このように三角に折ります。そしてこの部分は戻し、少し向きをこのように変えます。そしてこの線が真ん中になるようにこのように立てて開いて潰します。しっかり筋をつけてください。で、開きます。同じことをあと2回繰り返します。そして開きます。そして次に行きます。よく見ていてください。この真ん中の線をこのようにここまで立てていき、こちら側もこのように立てていき、真ん中の四角をこのように取り出すようにしてください。そしてこういう風にしたら、真ん中、この四角の部分の真ん中をへこませ、ペタンと、ペタンと、この部分は左、この部分は右。そして、この部分を手前に倒し、開いて、ください。そして、で、
このひし形になっている部分のこの対角線になるようにここに指を下から入れながらこのように押していってください。このひし形の対角線になるようにこのように押して、ここはもともと折り筋つけてあるので折り筋に沿ってこのように折ってください。そして戻します。これをあと3箇所繰り返します。くるっと回してこのひし形の対角線になるようにつまんでいって折り筋をつけ、ここはもともとついている部分をしっかり折ってください。で戻します。そして色のついた方を上にしてよく見ていてください。このようにつまんで内側へグッグッとグッグッと、こちら側も持ってグッグッとグッグッと、中心へ中心へ力を入れていくとこのような形になります。これは1回でできないかもしれないので何度かやるとコツはつかめると思いますが、折ってある折り筋に沿ってとこのような形になります。すでに折り筋をつけてあるので自然にこのような形になっていくと思います。あとは折り筋に沿う、折り筋をきれいに重なるようにこのように整えていくと必ずこの形になります。少し広げこの線を中心に来るように下から指を入れこのようにします。こちら2個分、こちら3個分、左が2個分、右が3個分、このようにします。です。これをあとの3つ同じようにこのように折ってください。左が2個分、右が3個分です。このようになります。そして今度はこの線を谷折りしこのようにします。これも先ほど折り筋をつけているのですぐに折れると思います。この部分もこの斜めの線に合わせて谷折りをしこの形にします。そして左側のこれをこのままかぶせます。そしてこの部分がこのようになっているのでこのままこう折ります。このままいくと外れてきてやりにくいので慣れるまではこのような洗濯バサミのようなものかクリップで留めてください。続けます。左へ移動します。この線を谷折りしてこのような形にし、ここはこの斜めの谷折りに合わせてこのように折ります。そして左側の部分を上にかぶせてこの三角の部分を後ろ側へ折ります。そして固定します。止めます。こんな状態です。だいぶバラらしくなってきました。最後の仕上げをします。止めると私は左利きなのでこのように持ってしまうんですけど、右利きの方はこのように持ってください。このように持ち、すべての固定されているものを外します。
そしてこの部分を中へ折っていきます。手前のを倒し、左のを倒し、上のを倒し、最後右のを倒します。最後の倒した部分は最初のやつの下へ入れ込んでください。そして形を整えます。爪楊枝などでこのようにこすって花びらの部分を滑らかにしてください。これでつぼみの完成です。こちらのように少し開いたようなバラの感じにするのでしたら、この部分をこのように外へ反らしてください。この外の部分とこの部分ですね。この部分を外にカールさせてください。これで完成です。少し工程が多くて複雑に見えますが、慣れるとすぐに折れるバラだと思います。分かりにくいところは何度も戻って見てみてください。最後まで見ていただいてありがとうございました。